シティオブパリは、インマンラインの所有した客船。姉妹船は、シティオブニューヨーク。シティオブパリは、スコットランド、クライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで建造される。シティオブ、ニューヨーク浸水の7ヶ月後に浸水し、1889年3月19日に、大焼けを行い、4月3日に、諸女公会に出港した。20ノットの速度を出し、 客船エトルリアのブルーリボン賞の記録を更新した。1891年にホワイトスターラインの客船マジェスティックにより記録を更新されたものの、1892年に再び記録を更新し、翌年までそれを保持している。シティオブパリは東回り航路の記録を1892年に姉妹船のシティオブニューヨークによって破られるまで保持していた。 二隻は1893年にインマンラインからアメリカンラインに移籍し、同時にイギリス政府による資金援助が廃止された。シティオブパリはパリと改名され、アメリカ・イギリス間の航路を航行した。米西戦争の間、アメリカ海軍はパリをチャーターし、イエールとして運用した。戦後は再びパリと改名し、商用運航された。 1899年5月21日、西回り航路を航行中、パリはイギリス西部で座礁した。離礁が試みられた後、ひどく破損したパリは、アイルランドのベルファストで修復が行われ、新たな手記と2本の高い煙突に変えて3本の煙突が装着された。パリはフィラデルフィアと改名され、北、大西洋での旅客輸送を再開する。 アメリカ合衆国が1917年に第一次世界大戦に参戦するとフィラデルフィアはアメリカ軍の兵員輸送に従事したヨーロッパへの輸送任務は1918年まで続けられその後にアメリカ海軍が船を取得しハリスバーグと改名された1919年に選手に返還されると再びフィラデルフィアと改名しアメリカイギリス フランス間での旅客輸送を再開した。フィラデルフィアは老朽化していたものの、1922年に売却される。新たな所有者はフィラデルフィアを地中海で運行するよう計画したが、財政上の問題でイタリアのナポリで足止めされた。その後、フィラデルフィアは1923年にスクラップとして売却されるまで同所で停泊した。ありがとうございます。